わけわかんない非日常というかさ、やっぱ自分のいる環境って非常識な環境なんだなって思うじゃん。ムービーハックスと案件獲得コンサルで上京できて新宿に住んでるわ。世界一面白いフリートーク。青くんって親何歳だっけ？57、8ぐらいだと思う。あ、同じぐらいだ。もうすぐさ、親が定年退職するんだよ、はい、そうするとあれだよね、扶養に入れたりして節税になるよね、また。あー、そうかそうか、扶養控除が受けられるでしょ。俺の親多分定年ないんだよな。そっか、親が定年すんのか。そろそろ定年後って何すんだろうね。だってさ、おじいちゃんとかおばあちゃんってさ、定年した後しか知らないわけじゃん。定年前の人が定年後になるっていう境目を見るのってさ、親が初めてなわけじゃん。何すんだろうね。おばあちゃんって何してんの？おばあちゃんは手芸と琴やってる。そんなで一日潰せる？でも手芸とかさ、やり始めたらもうずっと縫えるよね。ミシンシャーってる365日かけるさ、20年ぐらいやるわけですよ、それ想像できないよね。でもやっぱなんかしないとボケるよね。俺らも定年とかがあんのかな。ないでしょ。これさ、まださ、母親父親が仲いいからまだいいけどさ、仲悪い定年とか結構地獄じゃない？ゲートボールとかやるのかな。年末年始いろいろ考えさせられたわ。なんかさ、このわけわかんない非日常というかさ、属性から離れた状態から強制的にさ、普通の世界に戻されるわけじゃん。友達とも会ったり兄弟とも会ったりしてさ、やっぱ自分のいる環境って非常識な環境なんだなって思うじゃん。一晩何十万使うとかさ、だって普通の人は普通に働いてさ、結婚して奥さんと一緒に暮らしてさ、子供作ってんだけどさ、俺らの周りでさ、奥さんと一緒に暮らしてる人なんて基本いないじゃん。いやー、すごいな。兄弟何人？ 4 人だっけ？兄、俺、弟なんだけど。兄ちゃん何してんの？長男は考古学。考古学？そう、発掘とかね、そういうのやってる。一応公務員なんだよね、だから長男。そっち行きなよ。俺興味ない。次男は外資系コース、まあ、いわゆる超エリートコース。それ興味ある？いやー、まあ、だからなんかボスコンとか入ってみたいなみたいなあるけどね。なんかもう一回人生があったら、だからすごい活躍してますよ、二人とも。で、二人とも結婚してね、子供がいて。まあ、めいっ子可愛いね。でもお年玉あげた？あげたあげた。まださ、9ヶ月だからさ、お年玉あげてもさ、全然分かってない。親に行くやつやつ。で、こうハイハイしてる子にさ、ずっとこうやってお年玉あげて。ふいふいっていや、距離感みたいなの難しくなってくるよね、徐々に。あんまりめいっ子とさ、関わるべき人材でもないわけじゃん、俺らは。教育に悪い。教育に悪い。教育にいいよ。キャバクラの話さえしなきゃ。だからちょっと気も使うよね、兄とかに対してさ。妹いんだっけ？妹いる。妹もそうだけど、いとこもそうだけど、なんかバイトの話しかしてるのよ。最低賃金がいくらで。でもさ、なんかそれにガーってさ、その普段みたいに突っ込んでくのもさ、野暮というかさ。それってコスパ悪くないとは言わないじゃん。だから俺、弟には動画編集やらせてんのよ。絶対そっちの方がいいよって言って、司会勉強になるし、青の案件獲得コンサル受けさせて、自分のやってるサービスを家族に受けさせられるってのもなかなか幸せなもんだよね。よくさ、なんかアンチとかがさ、お前のサービス詐欺だなんだって言うけどさ、家族に自信持って紹介してるサービスだよっていう、それがまあ一番だよね。あとリアルな友達とかね、結構いて、それこそ大学の同期とかから連絡が来て、ムービーハックスと案件獲得コンサルで上京できて新宿に住んでるわ。俺もなんか高校の同級生とか、青の案件獲得コンサルで独立できてよかったみたいな。まあ、いわゆる普通にちゃんと生活して、普通にちゃんと真っ当に生きてる人たちとのコミュニケーションとか距離感とかも徐々に難しくなってくるよね。別にマウント取りたくないじゃん、基本的には。見下してるとかも全然ないわけじゃん、まあ、それぞれの生き方があっていいと思ってるけど、まあ、自分が選択するならこの生き方しないなっていうだけであって、ね、結局さ、実家帰ったら子供どうすんのみたいな話になったりとかするわけよ。結婚して子供どうすんのみたいな。こっちは自然とさ、奥さんには別の家に住んでもらってみたいな、パッて言っちゃったらさ、なんかうんみたいな空気になるじゃん。でそれじゃ同時にさ、お金持ちアピにもつながるわけじゃん。例えば兄がさ、まあ、公務員だからまあ普通なのよ、まあ、だからこそそんな家をさ複数借りれるような経済状況ではないわけじゃん。に対してなんか意図せずさ、俺は家を2つ借りれるぜ金持ちアピになっちゃうな。それ結構神経使うよね。発言に気をつけたりするよね。なんかそれこそさ、昔の子らと電話とかするときに、今外なんだよねみたいな、ってことは何、電車とかやるんだけど、運転手の車とは言えないし、タクシーってのなんかあれだしみたいな感じ。俺実家浦和だからさ、あ、タクシーで行ったでしょ。なんか基本的にタクシーで行くのよ。片道1万5000円ぐらいで、こう家族でさ過ごしてて、まあ、夜の9時10時ぐらいに、じゃあそろそろ帰るねみたいな感じでさ、家の前までゴータクシー呼んだりとかするのもさ、やりつつもなんかちょっとマウント取ってる感じあるよなとか。そうそうそう、別にマウント取りたくて取ってるわけじゃないんだよ、多分。日常をやるとそうなっちゃうんだよね。やっぱ兄弟とかさ、家族とかにはさ、マウントは取りたくないじゃん。子供でいたいじゃん、弟でいたいし。年々その難しい度合いはちょっと上がってくるよね。やっぱプレゼント一つ取ってみてもね、姪っ子とかにじゃあタンプレあげますってなった時に価格帯とか、まあ、お年玉はなんとなくさ常識化みたいなのあるじゃん、まあ、こんぐらいの年齢にはこんぐらいみたいな。プレゼントってなんか何も考えないとさ、パーンってあげちゃったりとかするって怖いよね。だって高校の頃の集まりにタクシーで颯爽と現れるとかさ、何も気にしてないけどさ、まあ、マウントかもしれないよね。終電あるよ、まだ。
そうそうそう、と俺 SSL とか使うのよ、たまに高校の同級生と会う時に。 VIP だからさ、会計しなくていいし、いつも連れの分って俺のクレジットから降りるからさ、 SSL のスタッフもさ、俺が誰か連れてきても、その連れてきてる人にお会計がどうのこうのって言わないのよ、はい、そもそもで俺も SSL で会計する習慣がないからさ、でそろそろ帰るかって SSL からフラーって出ようとするとさ、友達が会計はみたいになって、 SSL のスタッフがさ、あ、なんか青瀬さんのクレジットから落ちるんでみたいな言うと、なんか計らずとも勝手におごっちゃうのよ。高校の同級生とかはなるべく割り勘でいたいじゃん。分かる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 。自分がおごることにも慣れすぎてるから、おご、うん、っちゃった感もないのよ。これがなんか焼肉屋とかで会計が来てだったら、あ、みんなで割ろうねってなるんだけど、そういう風 なんか会員制のバーとかだったら、もうなんか会計することをそもそもしないから、気抜いちゃうとおごっちゃう時もあるしね。いいよいいよみたいな。先輩とじゃない時は基本全部自分が出すじゃん。でここで言っててもさ、別になんか交互にもね、そうそうそう、今日出しとくわみたいな。別に会計の札がどっちに出されたかでさ出すじゃん。高校の同級生 4,5 人とかで焼肉屋行って、店は気をつけるわけよ。普通のとこ行こうって思うから、 4,5 人で行ってもだいたい1万5000円とか、なんか2万以内とかだったりするのね。ってなると会計が来た時にさ、ああこんなもんかと思ってクレジット挟んでパッて渡す習慣があったりとかして、えみたいな空気になって、お金を使うことに慣れすぎてるとちょっと良くないよ。親がめちゃめちゃお金持ちの子のプログラミング教育を担当したことがあって、新幹線って床ふかふかでいいよねって言ってたんだけど、グリーン車だけなんだよそれもさ、向こうからしたら多分普通のことなんだよね、毎回グリーン車に乗るっていうのが。だからこの前も大学の実習班で遊ぼうよみたいな 5人で集まって、で3月ぐらいに空いてる日合わせてってなったんだけど、場所どこにするってなった時にさ、どこでもいいよって返したのよ。それもなんか後から考えると、あっちマウントだったかもなみたいな。いやみんなはさ、交通費とか気にするわけよ一応。だから交通費がみんな一緒になるぐらいのところにしようみたいな意識が働くんだけど、交通費とか考えないじゃん基本的には。でみんなが関西で俺だけ関東だったから、あ全然大阪行くよみたいな感じで。だから結局その辺の気遣いがなくていいってなると、お金を追ってる同士でのつるみになってくるんだよね。だって別にリュウケンさんとかと飲み行くとき気にしないじゃん。気にしない気にしない。熱海集合でみたいな。てか誘いとかもさ、今から箱根来れるとかじゃん、お猿さんとか誘うときも。時間もあるのも知ってるしね。これが明日仕事とか言われるとさ、あーってなるもんね。だからそれもマウント取ってるみたいになるもんね。俺ら時間もお金もあるけどどうっていうマウントにならない人しか誘いないわけだ。やりづらいよね。特に大学の同期は今研修医なわけだから、時間もないしお金もないからさ、その代わり価値の高い仕事はしてるんだけど、でもなんかマウントを取ってしまうようになるよね。まあ、でもやっぱそこの感覚ずれしたら結構商売きつくなるイメージもあるんだよね。まあマスの感覚が分かんなくなるからね、うん、まあ B2C だと特にね。なんか吉野家とかがキャンペーンでさ、牛丼1杯100円とかさ、ミスタードーナツがドーナツ100円とか結構やってるわけじゃん。あんなんさ、思いつくためにはやっぱさ必要なのよね。普段140円が100円になったことのじゃあ財布を開こうかなって感覚ってもうなくなっちゃってるもんね。40円引きなのみたいな。仕事とかはさ、自然と自分と同じ経済力のある人とつながるから気にしないけど、やっぱ昔のつながりというかは関係なくつながるから、ここに対する気遣い力みたいなものは学んでいかなきゃいけない。まあ気遣いしないもん同士でつるのが一番楽だけどね。まあでも家族や旧友も大事じゃん。大事大事、うん、でも一番きついのはやっぱさ、親が金持ちじゃない。自然にマウント取って、マウント取ってるかなっていうのにすら気づかないよこれ。いや親は金持ちだとその学校もそういうとこ行くから案外大丈夫かもね。仕送り100万とかいるもんね、たまに。電気水道ガスが親の口座から降りてるやつとか普通に死ねって思ってたもん。彼らからすると当たり前なんだろうね。で徐々にそれがおかしいことに気づいて、彼らもちょっと恥ずかしそうにするんだよね。自分で稼いで自分で電気代ガス代払ってる人にこう負い目を感じる。そう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 、お坊ちゃんお嬢ちゃんって思われたくないみたいな。まあ、そこに関してはガチャだもんね。努力とか言えないもんね。俺がムカつくのと同様に普通のちゃんとやってる人たちも俺らにムカつくんだろうなみたいなのあるよ。まあでもやっぱり親がめちゃめちゃ恵まれてる家庭に生まれるよりも、ちゃんと努力してお金持ちになれる確率の方が圧倒的に高いわけじゃん。そう考えたらまあいい時代ではあるよね。まあしかも今はね、情報もかなり民主化してるから、チャンスは無限にあるよね。まあやるかやらないかだけになってくるよね、これからの時代は。行動力と継続力がある人が勝ってない人が負けるだけみたいな世界にはどんどんなってくるだろうね。お金持ちになるためのロードマップみたいなのをね、このチャンネル見たりとか、このチャンネルで紹介しているメルマガを見れば大体分かってくると思うので、そうやって友達のレベルも上げて、気を使わないでいい同士、お金持ち同士で仲良くなっていきましょうというお話でした。お金持ちになって家族旧友にマウントを取りたい方は、概要欄のマーケティングメルマガを登録していただいて、しっかり学んでいただいて、お金持ちになってマウントを取ってください。概要欄のねリンクを踏んでいただいて、メールアドレスを入力したら毎日毎日 E メールが届くようになってるんで。ではどうもありがとうございました。ありがとうございました。